栄えある大賞は平野紫耀が受賞しました。2024年、その輝かしい功績は日本中から賞賛の声を上げます。2024年が始まってまだ1ヶ月も経っていないが、平野紫耀は吉沢良や竹之内豊からを抑え、様々な分野で名誉ある賞を受賞するという目覚ましい功績を残しています。その多彩な才能と魅力が、日本はもとより世界中で注目と賞賛を集めていることは言うまでもありません。 かんばしい香りを漂わせる花のような彼は、華やかな容姿だけでなく、その才能と人柄で多くの人を魅了しています。特にフランスパレで開催された、ルイ・ヴィトン2024年秋冬メンズコレクションのファッションショーで注目を集めました。平野紫陽さんもイベントに出席し、公式インスタグラムでファッションショーの舞台裏や映像を公開し、洗練されたスタイルとスタイリッシュな雰囲気でファンを魅了しました。インスタグラムでは、 一連の写真やビデオを通じてパリでの様々な瞬間を共有しました。ルイヴィトンのダムラージュならのコートを着た姿や、ライトアップされたエペル島の美しい景色を背景にしたショットがファンの間で話題となりました。パリの雰囲気と溶け合う彼の気質は、ファンから驚きと称賛を受けています。彼の一歩一歩が何百万もの目で注目され、彼は世界最大のファッションブランドになるために自分の仕事を非常にうまくやり遂げました。 彼は各国のスターたちと熱心に交流し、文化だけでなく音楽ファッションにも前向きな見方を国際的な友人たちにもたらしました。一方、彼のグループ、ナンバー、アイは新曲、ゴートでデビューし、多くの音楽チャートで大きな成功を収めました。中でも、YouTube の MV はわずか3日で1000万回再生を突破し、史上最速記録を達成し、彼とグループのクオリティと人気を社会に証明しました。 こうした成功の背景には、昨年9月に発表された新しいトベガイドラインがあります。彼はファンに写真やビデオを積極的に投稿することを奨励しており、彼の曲が様々な方法でファンによって拡散されやすくなり、それが彼の成功に貢献しています。その期待に応え、ファンは彼を失望させることなく、心から応援しました。また、平野紫洋さんの独特な個性も彼の魅力に貢献しています。 バラエティ番組に出演した際には、その独特のお茶目でユーモラスな一面が視聴者を魅了し、性格と見た目のギャップに魅了されることも多かった。インスタグラムでもファンとの交流を積極的に行っており、ライブ配信やコメント返信などでファンサービス精神が感じられます。彼は音楽だけでなく、小さなビデオでも海外で有名であり、彼の愛らしい性格が彼らに愛されています。これらの要因が重なって、 平野紫耀はアーティストとしてだけでなく、エンターテインメント業界全体でさらに有名になりました。彼の努力と才能によって達成されたこの栄養を、ファンと共に心から祝福します。平野紫耀さんの今後のさらなるご活躍を期待しております。彼はファンの心の中でアーティスト・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。平野紫耀さんの健康と仕事頑張ってください。 平野史洋は今後も多くの音楽、芸術作品を社会に貢献していきます。